物館白書という報告書を作ったりします。文部科学省から博物館に関する調査や研究といった事業の委託を受けることもありますし、他の団体から助成金をもらってきて、会員の博物館に車椅子やベビーカーを配るといった事業も行っています。今申し上げたのは博物館協会として計画的に行っている事業についてですが、その他にも、会員をはじめとして毎日いろいろな方から博物館のことについてのさまざまな問い合わせの電話がかかってきたり、質問の E メールが届いたりします。それらに答えることも、とても大切な仕事です。少ない職員でいろいろな仕事をやっているため、担当がはっきり決まっているというよりは、その時その時に必要な仕事をみんなで手分けをしてやっている感じです。なるほど、いろいろな仕事がありますね。その中で日本博物館協会が現在重要と考えて取り組んでいる、あるいは今後取り組んでいこうと考えている活動は何でしょうか。難しい質問ですね。一言で言うと、情報発信ということになるかと思います。協会が発行している博物館研究という雑誌は昭和3年に創刊されたもので、途中紆余曲折もあったようですが、もう80年以上も続いており、協会の仕事の中ではかなりのウェイトを置いて取り組まれています。そして情報発信というと、今の時代に欠かせないのがインターネットによるものかと思います。私どもの協会ではホームページを作るのがかなり遅れた上に、その充実までにはなかなか手が回らなかったのですが、ようやくこのところ世間並みにホームページの充実を図れるようになってきました。雑誌とインターネットのそれぞれの特徴を生かして、会員博物館の方々には例えば博物館に関する国の政策について最新の情報をいち早く提供するとか、あるいは博物館に少し興味を持っていただいた一般の方々に博物館というものの魅力や舞台裏を紹介するとか、博物館の社会的な存在意義について PR するとか、必要とされる情報を的確に発信していくことが重要だと思います。さらに国内だけでなく海外に向けた情報発信ということもあります。博物館に関する国際的な団体としてはイコム、国際博物館会議という組織があります。このイコムの日本における事務局は日本博物館協会に置かれているのですが、国際的な情報発信というのは一般的に日本人には非常に苦手な分野とされていますが、博物館においても例外ではない気がします。国際的な動向を日本の関係者に紹介するということについては、多少の取り組みはこれまでもあるんですが、こちらから海外に向けて日本の博物館のいいところやユニークな活動事例などを発信できるように何とか取り組んでいきたいと考えています。国内での情報共有という点で博物館協会が会員に情報発信してくださるというのは大切だと思います。それと海外へ日本の情報を発信するというのも重要ですが、森さんがおっしゃる通り、博物館だけでなく日本人はこれが大変苦手です。ぜひよろしくお願いしたいです。では最後に今後の課題があればお聞かせください。課題はたくさんあります。大きいところでは博物館の登録制度や学芸員制度といった博物館法によって定められている制度について従来からいろいろな問題が指摘されているんですが、法律の改正というのはなかなか難しいことのようで、博物館界全体の大きな課題とされています。そうした問題について協会としてどういうことができるのか、例えば独自に研究会を設置して解決策を検討するといった対応をしていくことが必要だという意見もあります。
また教会そのものの運営に関して公益財団法人としての課題というのがあります。これまでは、主に会員である博物館のために仕事をしていればとりあえずそれで十分だったわけですが、公益財団法人となると対象を会員に限定しないで文字通り公益的な事業展開も求められています。でこれまで行っていた会員へのサービスを継続しながらどういった形で公益性を発揮できるのか非常に難しい課題だと思いますが、協会としてずっと目標としてきた日本の博物館の振興ということを考えると博物館の役割や重要性について一般の方々にも理解してもらって認めてもらうということもそれはそれでとても大切なことですので、なんとか知恵を絞って対応していきたいと考えています。これからの日博協にぜひご期待いただければと思います。ありがとうございました。森さんにはまた後ほどお話を伺います。日本博物館協会は多様な館種の博物館が一堂に会する日本で唯一の博物館関係者の組織です。日本における博物館の発展に引き続き貢献していかれることを期待しましょう。それでは次に館種別の博物館組織について見てみましょう。印刷教材の表14の1をご覧ください。ここに館種ごとの主な連携組織をまとめます。これらはいずれも全国的な組織です。人文科学系の分野では全国美術館会議と全国文学館協議会があります。自然科学系の分野は複数あり、国立科学博物館を中心に活動する全国科学博物館協議会、日本科学未来館を中心とする全国科学館連携協議会、天文に関する日本プラネタリウム協議会、日本植物園協会、そして古い歴史を持つ日本動物園水族館協会です。これらの組織はそれぞれの博物館の発展を目的に横の連携を取りながら様々な活動を実施しています。表の主な活動を見ると各館種の専門領域における研究や研修などが行われており、これらについては後ほど博物館で教育を担当する学芸員の専門性に根ざした研修のところでもう少し詳しく取り上げたいと思います。また表に挙げた組織以外にも博物館学の研究と振興に資することを目的とする全国大学博物館学講座協議会や読売新聞社内に事務局があり、巡回展の開催や学芸員の海外研修などを行っている美術館連絡協議会などもあります。このように同じ館種による組織は館種の学問領域に特有な問題を共有してその解決に向けて情報交換や事業の協力を行うことが可能となります。その意味でも館種を超えた日本博物館協会のような存在とは別に館種別の連携組織は博物館にとって必要な存在となっているのです。では博物館教育に関連する学会について見てみましょう。博物館組織としての連携以外にも学芸員をはじめとする博物館の職員にとって重要なのが博物館学や教育学など専門領域に関連する学会です。特に博物館教育に関心のある会員が多く所属する学会には全日本博物館学会や日本ミュージアムマネージメント学会などがあります。全日本博物館学会は博物館学の振興と研究成果の利用と普及を目的とする学会です。研究会、博物館学雑誌の発行、優秀論文の表彰などを行っていて、博物館学雑誌には博物館教育に関する幅広い活動事例、研究論文や
数多く掲載されています。また2011年には同学会の編集で博物館学辞典が出版されました。日本ミュージアムマネジメント学会は博物館経営の研究を目的として設立され、展示を中心とした研究活動を行ってきましたが、近年は利用者との関連性を重視したマネジメントに注目しています。研究大会、研究部会、地方部会での活動、日本ミュージアムマネジメント学会起用の観光などを通して専門分野の研究に貢献しています。研究部会のテーマにはミュージアムリテラシー、エデュケーターなど教育に関連するものが多く見られます。連携組織の最後に諸外国の組織を見てみましょう。海外でもそれぞれの国に日本にとって参考となるような歴史のある充実した博物館の連携組織があります。国際的な組織としては本講座の第2回博物館教育の歴史と今日における意義で博物館の定義に関連して取り上げた国際博物館会議というのがあります。世界の博物館の進歩発展を目的に1946年に国際連合教育科学文化機関ユネスコ参加の NPO として設立されました。会員になると大きく2つの委員会、国別の国内委員会と専門分野別の国際委員会に所属して活動することができます。先ほどの森井さんのお話にもありましたが、日本の委員会は日本博物館協会内に事務所があり、イコム本部との連絡、情報